レイナ。何それ、レイナ。なんかすごいの出た今。はい、どうもありがとうございます。ということで、本日はレイナー選手を紹介します。やっと TOTS 来ましたという感じでね、今取れる TOTS は多分これなので、ちょっと紹介していきたいと思います。ということで、身長185cm、略し普通、利き足右、スキルムーブ5、逆足3となっています。で、この選手はですね、目標で取ることができまして、まあパックかこいつを選ぶかっていう感じで、俺はこっちを取りました。まあ見ていこうぜ。という感じで能力見ていきましょう。で、能力なんですけど、見ていくとね、やっぱりね、ペースがちゃんとあって、で、ドリブル、パスもできるよねって感じの選手かな。で、特殊すべきところなんですけども、やっぱりね、ドリブルだったりとか、敏捷性の部分。いや、すげえ。で、フィジカルが90あって、スタミナも90あって、おめえ、すげえな。視野もある、TOTS 来たなっていう感じの能力してますね。で、まあ、ウィークポイントは、やっぱヘディングだったりとか、積極性、あと、決定力とかね、結構低めなんで、ストライカー起用した時にどうなんだろうっていう感じかな。で、選手特性は負傷癖、ドリブルとなってます。で、連携するんですけど、俺はハンターをつけました。まあ、シュートを上げたいっていう感じかな。で、使ったんですけども、ドルトムントと USA というところで、まあ、ちょっとだけ組みにくい。とはいえ、ドルトムント結構いるんで、そこと組み合わせればいいかなって感じかな。で、置き場所なんですけども、まあ、ストライカーでも使える。ただし、俺的にはですね、3トップの右サイドとかサイドアタッカーの方がいいんじゃねえかなとは思ったりしています。という感じで早速映像を見ていきましょう。という感じで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。じゃあまず操作性のドリブルからですね。重さは若干軽めで、タッチが若干大きいドリブルということで、ドリブルに関してはですね、あ、思った以上に、あれ、これこいつ軽いみたいな感じになってました。ね、ボディタイプがハイアンドアベレージなので、なんかね、重たさがあると思いつつも、なんか使ってみると予想外に軽いっていう感じがします。なんか切り返しとかもね、軽くて、そこら辺がいいかなと思いました。で、似ている選手はですね、ラファエル・レオンだったりとか、とジノラ、なんかそこら辺と似てるんですけどもね、明らかね、レイナの方がね、ドリブルはしやすい。だからそこら辺をね、うまく使いこなせる人には、この選手はね、結構合ってるんじゃねえかなと思うので、そこら辺の選手がね、苦手だっていう人も、割とこの選手だったらね、使えるかもってなるかもしれないなと、個人的に思ったりしていました。で、この選手やっぱフィジカルがちゃんとあるので、まあ、タッチが大きい分、やっぱりね、サイドとかで使ってあげて、もう無強引な縦突破みたいな、そんな感じで使う方がいいんじゃねえかなとは思ったりしています。本当にここら辺から自分で突破してとかね、無理やり頑張って自分でスキルを使って突破するっていう感じがいいんじゃねえかなと思いますね。という感じですね。パスですね。ショートパスなら鋭いパスが通せるパス精度ということで、結構この選手ね、ショートパスが結構鋭くて、思った以上に。じゃ、ロングパスとか結構距離があると、あ、ミスる感じはあるんですけど、なんかたまにね、こういったところとか、鋭いパスをね、出してくれるんですよ。なので、思った以上に、パスは、ショートパスなら心配しなくていいんじゃないかなと思います。なので、この選手ね、サイドから突破して中へ折り返しのパスをする。そんなね、使い方がいいんじゃないかなと思います。という感じですね。シュートですね。近距離なら決めきれるシュートということで、シュートに関してはですね、まあ、ハンターつけてたっていうのはあるんですけども、近距離やったら、まあ、決まるかなっていう感じはします。ここら辺ではね、サイドから切り込んでいって、自分で突破、で、そこ最後シュート。決まるんかいみたいな。だからこういったシュートはね、やっぱ決めるっていう感じはするので、本当に近距離だったら決めるんじゃねえかなと思いますね。こことかね。これはね、本当にすごかった。という感じですね。AI ですね。中央からボールをもらいたがる攻撃 AI という感じで。攻撃 AI がね、俺的にはね、合わなかったかなっていう感じ。なんかね、攻撃の位置が若干悪いんですよね、この選手。なんか積極性が低いせいなのかわかんないですけど、動き直しとかも若干遅くなったりとか、割とね、ストライカーで置いてるのに結構下がってもらいに来たりとか、ストライカーで使うのはもしかしたらしんどいのかなっていう感じはしました。なんかペナルティエリア内にガンガン入って、俺は絶対シュート決めてやるぜみたいな感じじゃないんですよ。なのでやっぱりサイドとかに置いて、サイドアタッカーとして使ってあげる方がいいんじゃねえかなと、個人的に思ったりしています。どっちかっていうとね、キャムに近いのかな、本当に2列目とか、だからそういったタイプかもしれないです。という感じでね、良かったところですね。パワフルなだけではない、超絶ドリブルということで。まあ俺はね、ここがやっぱ特徴的なところかなと思います。
パワフルなドリブルする人ってね、やっぱり重たいってところを感じるんですよね。とはいえこの選手ね、やっぱ扱いやすいっていうのがかなりの特徴的なところで、フィジカルもありつつスキルを持ってるし、こういった謎の突破力もあるし、まあ、そこら辺がやっぱね、このレイナ選手の特徴なんじゃねえかなと思いました。ここは素晴らしかった。で、次ですね、分かったところですね、ファーストタッチの大きさと攻撃ポジの位置というところで、この選手ですね、ファーストタッチがね、若干大きいんじゃねえかなとか思ったりしてます。ほんでやっぱり悪かったところは攻撃ポジのところかな、若干会いにくい、なんだろうこれっていう感じがしました。はい、というわけでレイナ選手でございますね。まあ、使った感じ本当にね、ラファエル・レオンのね、動きやすくなりましたみたいな感覚があるような選手で、まあ、俺的には使いやすいんだけど、なんか化け物感がなかったっていう感じがしました。で、この選手が向いてる人なんですけども、フィジカルいいな、ドリブル突破を求めてる人ですね。この選手ですね、やっぱりね、フィジカル90あるにもかかわらず、ドリブルがめちゃくちゃしやすかったです。思いながらも。便乗性あるし、ドリブル突破もできるっていうところで、やっぱそこら辺が強みなのかなと個人的に思いました。で、次ですね、サイドからの縦突破力がある選手を求めてる人ですね。この選手ですね、やっぱりドリブルがやっぱ特徴的で、もう本当に縦の速さっていうのはかなりあるんですよ。ペースが99に乗ってるし、なので縦突破っていうところをかなり重要視した方がいいと思います。この選手は。そこら辺を求めてるんだったら、この選手ありかもしれないなと思います。で、次ですね、3トップのサイドアタッカーを求めてる人ですね。この選手ですね、もうさっきの話と紐づいてくるんですけども、サイドアタッカーやっぱ一番向いてると思います。そこから中へ切り込んだりとか、まあ自分でね、ガンガンでシュートまで持っていくだったりとか、カウンターの時でもね、強いと思うので、こいつ残しておいてとか、なんかそういった使い方もできるんじゃねえかなと思います。で、全然向いていない人ですね。ジノラのような動きは重いドリブルが嫌えない人ですね。この選手ですね、やっぱりね、ジノラタイプなので、ボディタイプが、若干ね、ドリブルがね、重たいかなって感じる時もあるんですよ。そこら辺のね、ドリブルが慣れてない人は、この選手やめといた方がいいかなと思います。やっぱりもっと小柄でドリブルしやすい選手ってもっともっといるので、そこら辺と比べるとちょっとやりにくいかなって感じかな。で、次ですね、ストライカーで点を確実に取ってくる選手を求めてる人ですね。この選手ですね、やっぱりね、決定力が物足りないかなと個人的に思ったりします。アウトカーブとか持っていないし、本当にサイドアタッカーの方がいいかな。まあ、ストライカーでも全然使えるけども、それだったらサイドアタッカーの方がいいと思います。実はね、ケミマックスで使える人ですね。この選手ですね、やっぱり、ケミマックスで使ってほしいかな。なんか、スパサブでもいいんじゃねえかなと思いつつも、ちょっと物足りなさを感じるので、まあ、ケミマックスで使って、シュート力上げて、ガンガン使ってほしいっていう感じがしました。で、この選手のランク付けなんですけども、俺はですね、A にさせてほしいかなと思ってます。A マイナスでもいいんじゃねえかなと思ったんですけど、とはいえ、まあ、ちょっとまだ俺が使いこなせてないだけかもしれない。ちょっと化け物感っていうのを感じなかったんで、A か A マナイスぐらいで A にしました。という感じで、レイナ選手の最終評価は、星 8.0 ですという感じで 8.0 にしました。なんかね、化け物感を感じなかったよね。なんかわからへんけど。とはいえ、やっぱコスパ高いし、8.5 とかつけてもいいかなと思いつつも、やっぱりアメリカでケミとか組み合わせにくいので、まあ、ここら辺がいいのかなっていう感じかな。とはいえ、無料で取れるんだったらね、確実にね、俺コスパはいいと思います。はい。という感じで、この動画もし良ければ、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。じゃあ